汚れた顔の天使は、バーナーブラザースの下で制作された1938年のギャング映画。監督は、マイケル・カーティス。出演は、ジェームズ・キャグニー、パット・オブライエン、ハンフリー・ボガート、アン・シェリダン、ジョージ・バンクロフト。脚本は、ローランド・ブラウンの原案を、ジョン・ベクスリー、ウォーレン・ダフが脚色、またアンクレジットながら、ベン・ヘクト、チャールズ・マッカーサーの助力を得て執筆された。 幼い頃からの親友である少年ロッキー・サリバンとジェリー・コロリーは、過者強盗を企てようとするが、未遂のまま追跡に遭う。逃走も虚しく、ロッキーは警察に捕まり、ジェリーだけがその場から逃げおせた。少年幹部追イ送りとなったロッキーは悪名高い、ギャングへと成長し、一方でジェリーは、聖職者の道を歩んでいく。15年後、ロッキーは釈放されて地元へ戻る。 そこでは、神父となったジェリーが少年たちの前導に当たっていたが、ロッキーと知り合った不良少年たちがたちまちロッキーに憧れを抱く。またロッキーは、悪徳弁護士、フレーザー、闇の実業家で、地元の有力者キーファーと関わりを持っていた。ジェリーは、闇社会の不正を告発する前に、ロッキーに警告をするが受け流されてしまう。そして、 ロッの注意を引くやり方で一切を告発し始めるジェリーに対し、キーファーらが抹殺を企む。その計画を知ったロッキーは親友を守るために、キーファーらを殺害し、警察を相手取って派手な銃撃戦を繰り広げた結果、ロッキーは逮捕されて、死刑を宣告される。死刑執行の直前、ロッキーの独房に、ジェリーがやってきて、死を恐れて泣きわめき、 臆病者のふりをしてほしいと願いをこう。それを知れば少年たちがギャングのロッキーを偶像ししなくなると考えてのことだった。しかし、ロッキーは己のプライドからそれを拒み、何者にも屈しない強い姿のまま死ぬという。いよいよ電気椅子の前に連行されたロッキーは最後の一瞬で表現する。 死を拒絶する大悪党を見た立ち会い人たちは、ロッキーを惨めな臆病者と罵る。その最後を聞いた少年たちは、ロッキーに失望し、彼に祈りを捧げる、よう神父ジェリーに連れて行かれる。劇中の一幕。レオ・ゴーシーとジェームズ・キャグニー。宣伝写真に収まるアン・シェリダンとジェームズ・キャグニー。予告編の一幕。カッコ内は日本語吹き替え、ジェームズ・キャグニーとパット・オブライエンは、 劇中の設定のみならず私生活においても親友の間柄にあった。本作は二人が共演を果たした9つの映画のうち6作目にあたる。また、企画段階で出演オファーがあった当初、キャグニーのエージェントは死刑執行のシーンにおいて癒しい臆病者になり下がる役を本人は承服しないだろうと考えていたが、当のキャグニーはロッキー役に心底を没頭した。 そのシーンにおけるロッキーは、ジェリーの願いを聞き入れたのか、それとも本当に死を恐れたのか見るものによって解釈が、分かれた。これについてキャグニーは後に執筆した自伝の中で、どちらとも取れるように、わざと曖昧に演じたと述べている。映画、ホームアローンにエンジェルス・ウィズ・フィルシー・ソウルズと題した、パロディ映画、ホームアローンにパロディ映画の続編エンジェルス・ウィズ、イーブン・フィルシー・ア・ソウルズが、 劇中劇として登場する。パロディ映画のシーンは共に、ギャングのジョニーが相手を脅し付けた上で、サブマシンガンをぶっぱなし、最後に決め台詞を添えるといったもの。本編で、主人公ケビンはこれらのシーンを巧みに利用して、ビザ配達員、泥棒、ホテル従業員らをトリックにかける。また、パロディや劇中劇でなく、本格的に制作された映画としては、1990年代、 はじめのヒンドゥー版、汚れた顔の天使、ガール。映画は、インド風に手が加えられたものの原作に実に忠実。ロッキー役にあたる主役は、シャールク・クカーンが務めた。香港映画では、英雄聖伝としてリメイク。香港アクション映画らしい二丁拳銃や銃撃シーンを、取り入れている。ロッキー役は、ティロンが演じた。日本では、大岡越前でほぼ同じストーリーの話がある。 ありがとうございます。